園の園児の皆さんにもご参加いただいております。それでは市長よろしくお願いいたします。皆様こんにちは、福岡市長高島でございます。福岡市では明日から11日間、明日から10日間にわたってですね、障害のあるなし、そして、年齢に関係なくみんなが遊べるインクルーシブな遊具の実証実験を行います。インクルーシブってなかなか難しい言葉のように感じる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、全てを包み込むとかね、よく今 SDGs の中でも誰一人取り残さないっていうような言われ方されますけれども、みんなを包み込むというインクルーシブという、この言葉とっても世界でも今潮流になってきています。で、福岡市は今から10年前2011年からですね、ユニバーサル都市福岡というコンセプトを掲げて、例えば地下鉄の乗る時のね、ユニバーサルとか、公園、それから道路、バリアフリー、それからユニバーサルデザインというものをいろんなところに取り入れてきたわけです。この公園についても園路とか、それからトイレ、こうしたところのユニバーサルデザインを取り入れるということはね、取り組んできたんですが、遊具についてはまだまだだったわけですね。で、これからその遊具っていうところについてもこのインクルーシブを入れていきたいなというふうに思っていて、今年私も東京出張の折にですね、東京の砧公園を視察させていただいたり、これは東京都の職員の方からお話伺ったりとか、それをリードしてきた東京都議の龍園さんとかお話伺ったりをしながらですね、どういうふうに進めてきたのかとか、もしくは整備をする上でのいろんなノウハウということをお伺いをしてきました。で、今回は株式会社ことぶきさんにですね、全面的にご協力をいただいて、実際にこの舞鶴公園で明日から10日間、インクルーシブなその遊具を置いてみて、実際に子どもたちに遊んでもらって、で、こうしたことを、参考にしながらですね、今後の進め方、これを検討委員会を立ち上げて、その中で有識者の先生方にもご議論をいただいて、今後の福岡市の進める方向性をね、決めていこうと思っています。ちなみにその有識者の先生の中には、先日のね、パラリンピックでも素晴らしい成績を収められました道下美里さんにも入っていただこうと思っておりますけれども、はい。で、今日はですね、大手門保育園のちびっ子の皆さんにも来てもらいました。実際にここでね、今日はちょっと遊んでもらおうというふうに思うわけですけれども、明日からも10日間、市民の皆さん遊ぶことができますんでね、ぜひこの実証実験の期間内にこの舞鶴公園に来て、そしてこのインクルーシブな、年齢に関係なく、また障害の有無に関係なく、みんなで楽しめる遊具で、楽しんでいただければというふうに思います。ではその実際にこの遊具どういう特徴があるのか、どういった工夫があるから、障害の有無を超えて、年齢を超えてみんなが楽しむことができるかという工夫については、深澤社長に実際にお話伺いたいと思いますので、深澤社長に代わります。お願いします。はじめまして、深澤です。株式会社ことぶきの、代表取締役社長深澤の、少しインクルーシブについてお話をさせていただきたいというふうに思っております。今しがたですね、高島市長様の方からご説明ありましたように、ユニバーサルデザインと等々やられているところはかなりあるんですが、一方で遊具の、インクルーシブ化ということに関しては、これまだまだ始まったばかりの、日本中見ても始まったばかりというような状況でございます。元をたどりますと、なんでこのインクルーシブっていう言葉が特に遊具というところにおいて、生まれてきてるのかというところですが、基本的にはどのようにして分断を乗り越えていくのかというところが、大きな命題だったというふうに我々認識しております。海外から来た考え方ではあるんですが、特に海外においては、所得や、特に日本だとあんまり感じられませんが、言語の差や、言葉が通じない、子ども同士でも言葉が通じなかったりですとか、当然のことながら、ハンディキャップのある子どももいると、この分断をどのようにして乗り越えるのかという考え方のもとで、遊具を次のステップに推し進める動きとして、インクルーシブな遊具という考え方が発展していったという経緯がございます。
日本においては特に言語の壁というところに関しては、まあ大きな問題にはならないことが多いということではあると思うんですが、一方で、ハンディキャップのあるお子様、やっぱり今たくさんいらっしゃいます。そのハンディキャップの種類も様々でございます。足が少し不自由であったりとか、目が少し不自由であったりとか、筋力が全般的に弱かったりですとか、その他本当にいろいろな形で、ハンディキャップというものはございます。これをユニバーサルデザインと一番大きい違い、特に遊具という観点で大きい違いは、一つでございます。誤解を恐れずに言うと一つでございまして、それはですね、ハンディキャップのある子どもが使える遊具ではなくて、ハンディキャップのある子どもと遊ぶための遊具と、簡単に言いますと、一つの遊具を、まあ、健常な子どもとハンディキャップのある子どもが共有し、遊びを共有することで、お互いの違いを認識しながら、まあ、一緒に遊んでいくと、なので一つの遊具をハンディキャップのある子どもが占有するということではなくて、同じ場所であり同じ遊具であり同じ遊びをどのようにして共有するかということを、具現化するために、このようなインクルーシブな遊具というものの開発をさせていただいております。まあ、この後少しご説明させていただくことにはなると思うんですが、まあ、車椅子で使えるように配慮された砂場であったりですとか、まあ、スロープがあったりですとか、さまざまな形で工夫を凝らしております。でこういった形で、まあ、キャラバンのように回らせていただいているんですが、まだまだ考え方としては今後浸透させていく必要もあると思っておりますし、一見すると通常の遊具と通常の遊具としても遊べちゃう、もちろんこれ大事なことである一方で、分かりづらいという部分も正直、まあ、なくはないというふうに思っておりますので、どのような形で、一般ご利用者のご利用される方々に浸透させていくかというところに関して、歩みを進めていく必要があると思いますし、今回このような福島市さんのこういった福岡市さんの、このような都心部のものすごくアクセスのいいようなこういった場所でやらせていただくことに関しましては、すごく今後さまざまな形で検討を進められていくというふうに思っておりますので、我々としてもできる限りのご協力をさせていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。